はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、4年生の国語最初に出てくる春の歌という詩があります。この詩についてお話をします。春の歌、草野心平ですね。ケルルン・クックで有名な詩ですね。で、これをどう扱うかということなんですが、あまりにも有名な教材なので、いろんな実践例があります。教師が最初読んで、で、子どもたちにも読ませてという形で進んでいくんですが、詩を扱うときによくある発問として、語り手ですね、この場合はカエルに視点がありますけども、カエルが見たものを全部ノートに書きなさいという指示ですよね。その指示で子どもたちにノートに書かせて、それを発表させるっていうのでもいいんですけども、詩の場合はですね、私がよくやるのは絵に書かせるんですね。図っていうんですかね、図に書かせるんですよ。そうするとその子がその詩をどういうふうに見てるかっていうことがよくわかるんですよね。ですから、例えばカエルが見たものに丸をつけなさいと言ってね、詩の中に丸をつけさせていくんですね。まあ、例えばこれ、もしもカエルが見たものをノートに書きなさいっていうとですね、ここには書いてないことを書く子が結構いるんですよね。そうするとそういうものの扱いってなかなか難しくなるので、この場合はカエルが見たものに丸をしなさいってやってきますね。そうすると水だとか、まあ、風はね、見えたのかどうか微妙ですけどね、犬のふぐりだとかね、大きな雲とか、こういうところに丸がついてくるわけですね。一通りそれを書かせた後でですね、子供たちに、じゃあこの詩の情景を絵にしてごらんっていうふうにやるんですね。私はよく詩を扱うときはその情景を絵に書かせるんです。そうするとその子がどういうふうにこの詩を読み取ってるかということが非常によくわかるんですね。で、特にこの春の歌については、この図に書かせる、絵に書かせるっていうのが、ね、非常に面白いんですね。それなんでかっていうとですね、まあ、子供たちがいろんな絵を描いていくんですが、そうするとその子の解釈によって絵に違いが出てくるわけですよね。で、その違うものを取り上げて授業にするんです。そうすると話し合い、討論的な授業になってくる可能性が高いんですね。で、例えばですね、この詩をですね、図に描かせた場合、こんな絵を描いてくる子がいるんですよ。わかりますよね、ここ。はい、これも発問としては結構有名なんですけども、この作品の中の、その大きな雲が動いてくるっていう言葉があるんですね。大きな雲が動いてくる。で、この大きな雲っていうのがですね、要するにクラウドなのか、それともスパイダーなのかっていう話になってくるわけですよね。で、それ教師から提示してもいいんですけど、子どもの絵の中に出てきたらですね、そこはちょっと子どもの意見として取り上げて話し合いになっていくので、授業が自然な形で進むんですよね。で、私のクラスで一番最後にやった時も、このスパイダーを描いた子がいたので、この雲どっちなのっていうことで自分の意見を交わして話し合いをさせました。まあ、そんな風にやっていくとですね、この授業盛り上がるんですね。で、同様にですね、この春の歌の前に教科書のタイトルになっている輝きという詩がちょっと出てるんですよね。で、この輝きという詩もですね、この春の歌をやる前に同じように図を書かせて授業すると面白いですね。太陽の位置だとか、そのみんなの位置だとかね、どこにいるのか、その絵の違いを取り上げて、どちらが正しいんだということをね、検討させる授業というのは面白くなるんですね。まあ、それをやっとけばですね、この春の歌は2回目ということで、図を書くのも上手くなっていると思いますね。この春の歌という詩はですね、まあ、一般的には春の喜びみたいな、春をね、称えるような主題というふうに考えられるんですけども、例えばね、この詩は春の喜びを表現している詩だよね、そういう詩の中において、空にある雲の方がふさわしいのか、それとも地面を歩いている生き物の雲の方がふさわしいのか、まあ、それを自分なりに考えてごらんというような発問も考えられるわけですよね。まあ、そのような展開でやっていってですね、まあ、1時間ぐらいで切り上げるわけですので、あとはみんなで音読して終わりというような感じの扱いでいいのかなというふうに思います。討論的な授業ということで考えていくと、この水はツルツルも扱えますね。要するに、このツルツルっていうのは視覚情報なのか触覚情報なのかということですね。水を触った感じでツルツルしてるって言ったのか、こう見た目でね、ツルツルしてると言ったのか、どっちの方がやはりこの詩にはふさわしいですかというふうに考えさせてもいいですね。あと、私がやったのはですね、このカエルが土の中にいた期間ですね、これ結構長いんですよね。冬の間ですから100日以上確かいるんですよね。ちょっと調べてみてください。100日以上だったと思うんですね。その間ずっと真っ暗で、そこからこう出てくるわけですから、その情報を与えるとね、そのほ、眩しいなのね、意味がね、その子供たちに強烈にわかるんじゃないかと思うんですね。ちょっとここは科学的な扱いになってしまうんですけども、そんなこともやったことありますね。はい、まあ、いろいろベラベラ喋りましたけど、ちょっとまとめますとね、この詩はね、春の喜びを表現した詩なんですけども、その詩の中においてね、水はツルツルのツルツルをどう解釈したらいいかとか、この大きな雲をどっちに解釈したらいいかということをね、よりふさわしいのはどっちかという観点で話し合いさせると面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。はい、この黄金の3日間、なんとか子どもたちと楽しく過ごしてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。